マン君、私に麻酔針向けて何するつもり？おいエロガキ。源太君ごめんな。キモ、3日も監禁したのにまだ脈がある。殺そうとすな。この方が新一好きって言ってくれたから性癖ずれてる。俺は高校生探偵工藤新一、幼馴染で同級生の毛利蘭をホテルに誘ったら殴られた。目が覚めたら息子が縮んでしまっていた。ドヤ顔で言うな。愛君二人っきりじゃの。おまわりさん、蘭は血のドリルの使い方をきれいさっぱり忘れた。こっちの方が可愛い。新一、全力で殴るから取るね。死ぬって。おっちゃんごめん、麻酔銃忘れちまった。死ぬって。こんな時にスイッチ入れないで。嬉しそう。コナン君、麻酔銃なんか使わなくったって、こうすれば眠るのよ。永遠に眠っちゃう。右上と左上どっち見ればいいんですか？多分右上。今週の登場人物ってコナン君と私だけ？死亡フラグ。コナン犯人控え室。仲良くなんな。もうコナン君、新一ったら。知ってたんかい。角の秘密を知ってしまったようね。怖いって。事件がないと暇なので、自ら事件を起こしに行くのが癖になった。なるな。それは残像よ。殺さないで。コナン君、麻酔銃打ちすぎ。痛そう。今日はやけに小学生だよアピールしてくるわね。スケベ。反論の余地もない完璧な推理で違うやつが逮捕された。炎上案件。え、大きくなる薬を使って会いに来る？最低な下ネタね。受け取り方よ。死体見たことないの？こっちがびっくりだわ。おめでとう、ニドランはニドリーナに進化した。狂気増やすな。ちゃんと飲み込めよ人参。父親か。全ての犯行の真犯人。納得。麻酔針避けるんじゃねえ。使い方ちげえよ。ふーん、コナン君ってまだ DT なんだ。だからなんだ。麻酔針が効かない？任せて。一方的な暴力。これであゆみちゃんと灰原はイチコロで行くぞ。はい、アウト。お前めっちゃデブじゃん。お前がな。ネクストコナンズヒントでフルネーム言われた。黒い意味。コナン君って体は子供だけど、あそこは大人なのね。でもソーロー。バーロー。やかましいわ。インクリース。増やすな。麻酔銃を悪用。ちょっと笑ってんじゃん。麻酔針の本当の使い方に目覚めた。さっきのお前か。ちょっとだけ飲んで博士に渡すとお金もらえるんだもん。博士。その JK 赤は俺です、兄貴。ドヤ顔すんな。ねえねえおじいさん、やめろ。君が出てくるといつも死人が出るんだ。よしやっちゃえ。ランのスカートが風でめくれた。必死か。誤解だよ灰原、ラン姉ちゃんのパンツなんて臭くて触りたくもないよ。終わったな。ラン姉ちゃんの角気持ちよすぎだろ。目覚めてる。コナン君も立派な角を持ってたのね。やり合うな。おい新一、わしから見て右だと光彦君が犯人になってしまうぞ。適当かよ。あの人が今週の犯人よ。お前黒幕。コナン、お前ランさんとお風呂入ってるんやろ。せやろ。あおんな。ふう、やっぱり事件があった日はよく眠れるな。普通逆。今日は前編だから余裕。後編頑張れ。俺のアポトキシンがバーローしちまいそうだ。おいエロガキ、最近は首吊りしたい程度じゃ驚きもしなくなった。狂ってる。また溺れたふりして女子大生の太ももに捕まってるわ新一。止めろよ。これで起きる事件が2倍だぜ。嬉しそうにすな。工藤君、子供の姿になってるのは君だけじゃないんですよ。顔怖っ。血の匂いだ。お前がやったろ。源太逃げろ。そいつはもう博士じゃない。狙われてる。ウォッカが万引き、ジンが痴漢で捕まったというニュースが流れた。あっけな。おっちゃんそろそろ本気で寝てもらうぜ。堂々と裏切るやん。コナン君、壁にめり込んで抜けなくなっちゃったの、助けてくれる？尖りすぎ。ウェブで江戸川コナンって検索したら工藤新一って出てきた。終わった。ついに麻酔が致死量に達した。終わった。化粧したらコナン君振り向いてくれるかな。そうね、多分二度見するわ。センス皆無。ハグしただけなのに。怖いって。トリケラントプス。覚醒してんじゃん。博士って美味しい。食うな。やだ、大きくなる薬を使って会いに来るって言うから、私てっきり下ネタだと。なんで泣いてるん？蘭姉ちゃん、下の角が当たってるよ。わざとだろ。私見たの、コナン君が三日三晩寝ないでしてるところ。見てんならやってやれ。工藤新一だってバレた。やめろ。ネクストコナンズヒント。浮気現場。犯人バレバレ。この感触は新一？そうじゃよ。お前も間違うな。ラン、動くんじゃない。これ以上深く入るとやばい。刺さってる。コナンって本当は高校生じゃねえのってテレビで言ったのは悪かったから許してくれ。終わったな。コナン君、まだ凶器の刃物見つからないの？あった。悪いな、待たせちまって。いや、わしが犯人じゃよ。黒幕だったか。被害者軽傷か。がっかりすんな。寝ていても事件が起きる方向を示している。それアンテナかい。あっち向いてホイ。刺さってる。ヤドンが喉に詰まった。しっかり噛め。お前素質あるな。次の犯人にならないか？なるなよ。だから言ったじゃないか、この事件だけはやめた方がいいって。裏切ったんかい。好みの遺体。最高じゃん。ポケモンと夢のコラボを果たし、メタモンが出演。バレバレだって。でも我々がいないと君の存在理由がないよコナン君。論破すな。家入りレオ。バカにしてんのか。え、首？ナイス。ヒロインは一人でいいのよ。争うな。なーに、 3D プリンターを使えばあっという間じゃって。やめろ。骨格の問題だったのか。ありえんて。毛利蘭さんがプロフィール画像を更新しました。いやマジか。バーロー、証拠がなければ犯人眠らせて自白させればいいんだよ。仕立てるな。灰原、股を開いてくれ。おい変態。何を言い出すんだ毛利君。シラフで犯人が分かったと言い出した。信じてやれよ。青、間違えたらん。そっくり。下半身が大人になりかける。興奮すんな。わあ、博士のより大きい。博士泣くぞ。コナン君の膝まである。嬉しそうにすな。キャー、コナン君のエッチ。ド M かよ。毛利心、麻酔中毒により亡くなる。よく耐えた。あゆみちゃんが200キロの重りを外した。いや、はいはい。殺人
身事件が起きると反射的に一瞬この顔になっちゃう。狂ってる。こいつ堂々とスカシッペを。なら透かすな。その花いいの。集中しろ。ここから先は有料です。デビューしてんじゃん。おっちゃんが事件を解決した。なわけあるか。わしじゃよ新一。乗っとるな新一。ここから飛び降りな。その目やめて。わかった。いやなんで。はい、後頭部のこの辺りから指を突き入れると鼻腔血管を破壊できます。解説いらんて。僕も手伝うよ。犯人が手こずってた。手伝うな。これは光彦くんの魂かしら。いやめっちゃ多い。黒の組織を裏で操る黒幕。納得。新一より大きい。そんなはずないのよ。ゲンタくり抜くな。明日お前んち遊びに行くからな。脅しか。コナンくん。いや新一、今まで騙してたこと後悔なさい。終わったな。空から降ってきた。ギリ外れ。頼むラン、先っぽだけでいいから。いやどっち。一回だけやらしてくんねえか。それで思い出すな。お父さんがその子の声で推理し始めた。間違えてる。さっきと形が違う。しかも反り返ってる。極じゃねえよ。手加減キックしてねえだろ。ったく、毎度ネタ振りは疲れるぜ。体勢ついてる。灰原のケツに突っ込んでやろう。悪い顔すな。どこ見てんの。刺すよ。怖いって。ピンポン鳴らしたら色々と開けてくれた。助かる。これ終わったら掘ってくれませんか。そっちの趣味が。博士、私の下着で何を。通報しよう。あ、新しいブレスレットってこれ。メンヘラか。麻酔針が跳ね返されて自分に当たった。おいアホ、青酸カリを舐めたコナンを真似してみた結果。終わった。この辺が乳首じゃ。その情報いらん。お前の角、手術でも取れないって。どんだけ硬えの。名探偵のコナンと新一が勝負を仕掛けてきた。別人じゃねえて。わしもそっち側の人間じゃ。安心せえ。協力すんな。あ、やばい、またあいつ狙ってる。気づかないふりしなきゃ。気づいてんのかい。腹立つから次回被害者な。市場挟むな。この味は嘘をついてる味じゃな。いや吉祥、こいつしぶといな。助けろ。ラン兄ちゃんついてんの。妙だな、何も起きないぞ。それが普通。この匂いまさか新一。急にかけんな。そうか、僕が死体を作ればいいんだ。誰か止めて。 120% 成功する公開プロポーズ。断れんやつ。ごくごく。からだと。飲む前に気づけ。みんな死んじまうぞ。回避困難。さすが死神。小五郎の麻酔が致死量に達した。やりすぎだよ。ボールいくつ持ってると思う。3つ。ちびまる子ちゃんコラボ初日。お前らだったか。お姉さんにしか使わないぞ。やめろ。新一、もっと可愛い声を聞かせてちょうだい。何してんだ。ランノよりお前のがいいんだよ。おいクズ。お前事件大好きだな。お前事件大好きだな。どっちか死ぬやつ。ランパンチ。本家より強そう。こんにちは。暇か。懸命に台本を読むコナンと必死に眠ったふりをする心。いや台本は覚えろ。私の角ドリルが効かないなんて。ポケモンか。坊主もう一発頼むわ。中毒。今日の死体もいい顔してやがるぜ。狂ってる。こうやって吸えばいいのね。何の練習だよ。誰が持ってるって。終わったな。ランの髪が胸に刺さった。見てないで助けろ。人間やめました。話変わるて。こちらラン、死体発見です。嬉しそうにすな。そろそろコナン君も一人で男湯に入れるわよね。おいエロガキ、こいつの警戒するべきは角だぞ。いや全部。新一、どっちで刺されたい。刺すな。好きだ。ビビっとるがな。13発目の麻酔針もギリギリで耐える。手強。スキンヘッドにしてみたの。骨格おかしいて。普段使ってないのに麻酔中毒って診断されたのはなんでだ。心当たりあんだろ。首吊り死体があるわよ新一。新一言うな。めぐれのデブと一緒にするな。おめえもデブだよ。死刑執行。ナイス。気づいちまったのかよコナン。いいや工藤新一、黒幕だったか。死体センサー作動。敏感だね。コナン君の大きいって本当だったのね。変な自慢すな。コナン今日は2発頼む。頼むじゃねえよ。新一くん試してみる。誘惑やめろ。子供の関係っていいわね。負けたんかい。ランがイケメンと話すたびなぜかメガネを外す。何の意味が。気づいちゃったのね新一。そうよ、すべての黒幕はこの私。強敵すぎるわ。これを飲ませればアイくんはわしのものになるわけねえだろ。この父の名さはラン。殺されんぞ。ランくん、ブルマを着て足を開いてくれんかの。おい変態。博士これでいい。いや聞くなよ。新一、なんで目をそらすのよ。ちゃんと見なさいよ。バールをしまうじゃねえか。どういうこと。やばい、つけひげ忘れちまった。意外とハンサム。もっと事件起きろよ。ふてくされんな。毛利くんが眠らず推理。じゃあ間違ってるな。信じてやれ。コナンくんなら800ルーメンくらい目を光らせてますよ。専門家か。新一やっと帰ってきたわね。歯食いしばって。殴んな。埋めるってこんなに大変なんですね。はい、アウト。今ペチャパイって言ったの誰。終わったな。どんだけシャワー浴びても角が崩れない。いや硬すぎ。俺って助走もいけるのか。目覚めてる。あなたの風はどこからと聞いて本当に狙い撃ちしてくる。死ぬって。逃がさねえ。怖い怖い。身勝手の極意、案外簡単に身につくもんだな。無敵じゃん。綺麗な花火じゃの。のんきか。同じ薬なのになんで私は巨大化するのよ。灰原の仕業。アイくんこれで頼めんかね。やめろ。今回だけ特別よ。なんでだよ。クリスマスプレゼント。ありがた迷惑。あいつうまそうだな。食うな。お前が全ての元凶なんじゃない。やっと気づいたか。新発明のキャップ棒型頭皮マッサージ機が推理の邪魔をする。なら脱げ。なんで突然斜めかけバッグで来てとか言うのよ。助かる。麻酔針気持ちいい。依存だよそれ。ネタ切れだからってそんな。アニメ終わるて。こいつまだ生きてんのかよ。助けろや。お、今日の死体は生きがいいわね。もう死んでんのよ。謎が解けてないの
のにおちゃんが頭を打って眠りのポーズに入った。つんみ、電話出なくていいの？分かってて聞くな、バーロー。おい、カス、知らぬ間に何人も死傷。自覚あるだろ。おい、誰だよ、今回の事件未遂にしたのは。切れんな。また自分で麻酔針刺して気持ちよくなってる。いや、止めてあげて。変なとこ見てると一生見えなくするわよ。さらっと言うな。バーロー、ジンとウォッカも追加。違うのくれて。ふふ、今度は誰を冤罪にしようかな。悪魔か。麻酔耐性ができたので物理的に変更。やりすぎ。私が黒幕ってことにいつ気づくかしら。やっぱお前か。犯人くん気持ちよかったぞ。それじゃあまた。決めよ。博士に掘られる夢を見た。うん、現実。助けて。もう3日間何の事件も起きてないの。いい調子。エロ川コナン、探偵さ。宣言すんな。視察隊を見つけるたびに疑わないでよ。怪しすぎるて。やばい、事件だ。興奮する。決勝。コナンくんが突然見た目は子供、あそこは大人、名男優コナンと言ってきた。さすがエロ川。ねえ、苦しい。苦しい。最後か。黒の組織が崇める肖像画。どんな顔だよ。もしもし、視聴率アップのためにお風呂入ったわよ。え、次はそのまま立ち上がれ。いろいろ上がるね。またやってもうた。早く捕まれ。次はあなたが被害者になる番ね。お前が決めんな。死神だなんてやだな。呪われろ。こいつが手強かったわ。やったんかい。ゲンタ進化だ。ポケモン。これだけ胸をアピールする服を着てもみんな角にしか目線がいかないの。そりゃそうだ。2本目の角を移植することが決まった。もう鬼じゃん。麻酔針って聞いたらこの顔である。狂ってる。コナンからランに変装して一発やらせてくれと頼まれた。本人に頼めよ。血が混じってるわ。落ち着きすぎだろ。ふっ、推理間違えてたわ。ドヤ顔で言うな。こんな雑魚じゃ私の相手になりません。確かに。お帰りなさい。ご飯にする？それともご飯になる？ならんて。コナンのやつ苦戦してる、苦戦してる。おめえ犯人だろ。まあどんな犯人も私の角で一撃なんだけどね。やっぱ角なんかい。おめえの角なんて威力だよ。彼氏刺すな。約束通り、あなたの本体だけは救ったわよ。それシンパチ。誰よ、角がない方が可愛いって言ったやつ。終わったな。目覚めのコナン。目覚めんな。死体見たことないの？そっちがずれてんのよ。顎を引くともっと速く走れるわよ。知らんかったんかい。ほんとだ、スピードが落ちない。暇かよ。やっと私の魅力に気づいたのね、探偵さん。色気すっごい。事件をプレゼント。いらんて。犯人光彦ってことでよくね。適当かよ。新一、わしの言うことを聞いていればよかったものを。おまわりさん、視聴率アップのために来てみました。ナイス。犯人は光彦だ。多分正解。刺さるとこだったじゃないか、バーロー。迷惑そうにすな。ねえ新一、一旦いつまで子供のふりして一緒にお風呂入るつもりなの？分かってんなら止めろや。これでランはイチコロで行くな。その顔やめろ。早漏は黙ってろ。つら。ゲーセンのクレーンゲームから取りました。パチモンじゃねえか。考察したいを考察したいなんつって。面白くねえよ。IQ が入れ替わってる？ただのガキ。ダメ新一、角が大きくなっちゃう。真顔で言うな。友達の子供がなんでその年まで結婚してないの？としつこく聞いてくる。うざ。この年なら女湯に行ける。行くな。今週どうしても数字が欲しい？もうこれでいいんでしょ？お世話になります。ラン姉ちゃん、最高。おい田中、最近お前暗すぎじゃね？なんかあったか？多分やってる。次回はあなたの町に伺います。やめてくれ。あれ、工藤新一じゃないか？なんで知ってんだよ。ランが死体を見つけたが犯行現場に凶器が見当たらない。いや、あるじゃん。雪も降ってきたし寒いしめんどくさいしさ。お前が犯人ってことで。な、なじゃねえよ。コナン君もノースリーブにしてあげるね。ちぎろうとすな。真実はここかな。ただの覗き。結構大きな爆発だったけど死傷者は8人で済んだんですって。十分多いわ。事件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 。怖いって。角の位置が違う。お前がルパンだ。間違ったら殺されんぞ。転んだ女の子のパンツをさりげなく見る。みんな、博士、なんて絶倫なの。通報しよう。アイ君、今回も秘密で頼むぞ。おまわりさん。どう？ここ気持ちいいでしょ？何してんだ。あれ？博士がなぜシャワーを？なんもおかしくねえよ。オレオレって新一？新一なのね。え、事故にあって50万必要なの？今から来る会社の人に渡せばいいのね。推理力ゼロ。さっき髪を募っていったこと早く謝ろうね。怖いって。大人ぶるんじゃねえよ。所詮高校生のくせに。知ってんのかい。アガサ目線。ロリコン。さっさと前貸した10円返してよ。器ちっさ。あ、まだ生きてたんだね。勝手に殺すな。どこ見てんの？刺されたい？終わった。最近麻酔針の効きが悪くなってきたので針のサイズを上げてみた。いや、脳筋か。おならを可視化するメガネを作ってみたんじゃ。いらね。みんな灰原の方がいいって言う。どんまい。誘拐犯コナン。堂々とすな。さっき本当は関西の人じゃないんでしょって言ったこと謝ってほしいって。子供かよ。最終回毛利蘭の逆襲。怖すぎる。まだ謎が解けていないのに味を占めた小五郎が勝手にみんなを集めて寝出した。おいアホ。首が痛い？ちょっと見せ。察し。小五郎の HP が80回復した。キモーい。悟空。それクリリン。ファーストキスが博士。地獄。おでこに蚊が。死ぬって。今週の事件がないじゃと？仕方ない。やめろ。事件がたくさん起きた。興奮すな。あなたのそれより私の角の方が長くて太いんだからね。いや、何の自慢。今度は女体化か新一。それ趣味だろ。事件を自力で解決したいから犯人になってくれない？ずるすんな。できちゃったみたい。アウト。犯人はお前だ灰原。多分合ってる。お前は黙って俺の声出してくれればいいんだ。クズ。自首すんのかーい。どんな格好だ。
だよ。この部屋狭くない？私の顔がでかいからよ。怖い怖い。さすが吉田沙織、やるわね。やり合うな。ペ、何したんだよ。麻酔が使えるのはコナンだけじゃないのよ。なんかかわいそう。放送時間残り5分、まだ誰も犠牲者が出ない。平和だね。コナンくん胸パッドつけてる。そっちの趣味が人が落ちてくるのを待っている。サイコか。キャー、あの死体イケメン。サイコか。坊ちゃん役のオーディションに参加するコナン、そっくり。ちょ、それ危ないからこっち向けないで。刺されんぞ。工藤くん、私の電話知らない？ちょっとかけてみて。もう持ってんのよ。ダンゴムシが犯人だと思うんだ。邪魔すんな。見た目は子供でも最初からバレてるわよ、工藤新一くん。演技うま。全ての事件の元凶だと分かってからの扱いがひどい。もっとやれ。なんじゃ愛くん、初めてじゃったんか。早く捕まれ。殺人起きたら起こして。一生寝てろ。盗まれる宝箱目線。ドヤ顔。バーロー、こんなとこにそんな格好でいたら風邪ひくだろうが。服貸せ。脱がせようとすな。麻酔針は気持ちいいの。キモいって。早く眠れって言ってんの。死んじゃう死んじゃう。推理力たったの5か。ゴミめ。スカウターじゃん。で、どんな事件なの？事故だと言っても聞かない。もう無視しよう。まだ生きてるね。あと何分持つかな。助け。外出を自粛したら事件が減った。がっかりすんな。角がないと洗うの楽だわ。犯人バレバレ。見た目は子供、テクは大人。おい、エロガキ。こうすればいいの？ありがとうございます。死体の一部がない？わしゃ知らんぞ。絶対食ったろ。工藤くん、私として見ない？誘惑すんなて。今まで全員空気読んでくれてるんだからね。ね、そろそろ諦めろ。相手の髪型が気になりすぎて目が離せない。どっちもな。犯人は俺たちでした。はい、アウト。前段当たらなかったか。ドヤ顔で言うな。博士、何する気なの？察し。見た目は子供、プレイは大人。いや、自分も縛んのかい。桑田はそんなことしないから清原に決定。ナイス判断。音を置き去りにした感謝の反復横跳び。はいやい。犯人のパントマイムショー。需要ねえて。自首はさせねえよ。なんでだよ。真実が二つもあるじゃねえか。黙れ、エロ川。ワクチンの副反応かしら。多分後遺症。ほんまは犯人全部あんたやろ。よく気づいた。また多目的？渡部か。もう夕方なのに事件どころか事故すら見つからない。いや、なんで泣いてんの。もうどうにもならん。終わった。勘のいいガキは嫌いだよ。怖いって。一回刺されたくらいで弱すぎよ。刺すな。新一、次の事件の犯人はね。なんで知ってんだよ。野生のランが勝負を仕掛けてきた。勝てんて。最近事件が起こらないんだよ。ごめんな。誰か止めろ。大丈夫、ちょっとやつの角が刺さっただけよ。ちょっとでそれかい。あー、犯人わかった。昔のテレビか。ランより大きい。今日はこいつでいいや。堂々と浮気すな。ネットでコナンと調べたら工藤新一と出てきた。もうみんな知ってんのよ。俺にも角が生え始めてるなんて言えねえ。伝染病じゃん。寝癖がついた。尖りすぎ。悪いな、ラン。浮気すな。やべえ、黒タイツ10枚セットが4割引きだぜ。ポチるしかねえな。タイツだったんかい。見た目は子供、あそこは大人。急な大人向け。私に何かあった時は遺産の全てをコナンに渡してくれ。悪用すんな。密室でランと2人きり。麻酔針打たないと。やめろ。私とあの女、どちらを選ぶのかしら。選択肢一つやん。脈はあるな。血じゃねえよ。コナンが推理ミスってる。なんでわかんだよ。光彦を呼ぶときは手を2回叩く。もうペットやん。俺は高校生探偵工藤新一。毒薬を飲まされて以来、夜だけでなく朝もギンギンになっちまった。だからなんだ。これが私の最終形態よ。かかってきなさい。増えてる。麻酔針を避けるのが上手くなってきた。プロじゃん。あはは、死体見たことないなんて遅れてる。お前らがずれてんだよ。手足が棒になる薬を誤飲。ちょっとかわいい。麻酔針が目暮警部に刺さってしまった。外すな。事件は起こるんじゃない。起こすんだよ。誰か止めて。麻酔が全然効かない体質になってしまった。そりゃそう。ちょ、コナンくん、イチャつくな。私の胸見てたでしょ。バカ、ケツの方だ。娘で浴場すな。谷間のラン、ありがとうございます。悪いね、コナンくんが事件を欲してるんだよ。狂ってる。もう18時21分だ。トリック全然わかんないけど尺がないから白状しろ。おいポンコツ、じっとしてればすぐ済むから。何する気だよ。意外と乳垂れてる。言ってやんな。おめでとう、1万人目の被害者は君だよ。嬉しくねえよ。博士、私のパンツ知らない？もごもご。食うな。じゃあ今からゴリラの知能テストを始めますよ。多分バカ。やめろ博士、せめてトリックを使うんだ。そういう問題。灰原と付き合いたいからランのハートを盗んでもらった。おいクズ。ごめん、その日事件あるから遊べない。黒幕お前じゃん。出るよ、身が出るよ。トイレ行け。事件が絶えないのでコナンを残してみんなで引っ越すことにした。ナイス判断。見た目は子供、そう言って彼は女湯に入ってきた。おいエロ川、麻酔針とミンミン打破が戦闘中。極限状態。犯人まだ間に合う。今すぐ話すんだ。出ないとお前の命が。終わったな。なんでおめえは帽子かぶるとすぐ破けちゃうんだろうな。角だよ角。今週もみんなが殺人事件を待ってんだ。やめろ。新一のあそこも子供だったなんて。バカにすんな。風呂上がりの蘭姉ちゃんだ。使い方ちげえよ。新一は変わったね。昔はそこまで死神体質じゃなかったのに。おめえは変わんねえよな角。殺されんぞ。やめて、私に乱暴する気でしょ。エロ同人誌みたいに。エロ同人誌みたいに。いや待ってるやん。灰原、ペロペロすんな。キモいって。パトカーのサイレンが聞こえた。喜ぶな。新一、誰で DT 捨てたの？多分灰原。今日は
は蘭姉ちゃんだったな。やったんかい。ダメよ、そんなに強く抱きしめたら。仕事しろ。お前はうな重を食いすぎた。別に悪くなくね。僕すぐに顔に出しちゃう性格なんだ。童貞か。おい嘘だろ、蘭とその子よりもでかいぞ。キモーい。バーロー、これが麻酔針の本当の使い方なんだよ。悪用すんな。検尿したらすごいの出てきた。終わった。ガスの匂いがするため火をつけた。終わった。怒らないから言ってみて。もう怒ってんのよ。お父さんは階段から落ちた。そうよねコナン君。はい。よっしゃ今日も事件だ。喜んでる場合か。もしもし警察ですか。私の角が盗まれたんです。邪魔すんな。寝室はいつも一つ。やる気じゃん。ここから入れる保険はありますか。さすがにねえよ。すまねえなおっちゃん、今麻酔針が切れてんだ。死ぬって。源太君、それは女性が来て初めて進化を発揮するものですよ。ちょっと可愛い。どう、新一の恋でしょ。共有すんな。事件の段取り完了を早くコナン様に連絡せねば。繋がってたんかい。コナン君、あっちに死体あるから見に行こうよ。お前もか。小五郎のおっちゃんの乗った車が爆発した。犯人多分ランそれ以上近づいたら私の前髪が黙ってないよ。角って言えよ。コナンが操り糸まで駆使しだした。もう人形でよくね。常に眠らせとけばいいんじゃないですかね。やめろ、とうとう自分から寝始めた。サボンナ。コナン君、あそこは大人のままなんだね。どういう状況。ゆう、早くズボン下ろしちゃいなよ。突っ込みづら。サメの正体。こっちの方が危ねえ。どう見てもコナンが喋ってる。見ない約束。麻酔針を外してしまったので無理やり眠らそうとしている。永遠に眠っちゃう。あの町の人口を減らせばいいんだね。よくねえよ。あった、借り物競争。痛い。普通ねえて。殴って痛いって言ったら犯人よ。全員死ぬぞ。ランの部屋に白い液か。ある意味事件だな。よし舐めろ。ランの喘ぎ声はええな。きっしょ。強いのは角だけじゃないのよ。バケモンか。本体が取れる。いやそっち。死体初めて。すぐ慣れるから安心して。安心できるか。犯人の声聞いたんですけど、最後にバーローって言ってました。あいつだな。ランだけ当たり前体操。笑い取りに来んな。たまに角が汚れてる。もうカバー作ろう。麻酔にちょっとだけ美薬を入れてみた。おもちゃにすんな。ふふふ。新しい後輩のコードネーム、朝日スーパードライ。がじわじわ来る。長い。諸悪の根源を始末しようと思ってね。ナイス。消火器の位置が違ってるので元の位置に戻す。スルーしてやんな。悪いな待たせちまって。いいや、今来たところじゃよ。誰も得しない恋愛ゲーム。ちょっと気になる。見て、爪を剥がしたの。どんな自慢だよ。ありがとう少年法。やめろ、犯人はこの中にいる。いるわけねえだろ。日輪刀。鬼が持つな。持つ。俺犯人。一丁やってみっか。戦闘力高そう。よし、そろそろ悲鳴するか。慣れすぎてる。そんなところ舐めるねよコナン。ゲンタのゲンタが太くなっちゃうよ。キモ。コナンが針を外したので自ら眠る。自分で考えろ。毎週土曜日に必ず殺人事件が起こる世界にようやく違和感を感じ始めた。いや遅いて。放送するネタがなかったので。バケモンか。事件がないと目覚め悪いや。病気だよそれ。これがあの有名な毛利の乱である。ありがとうございます。うん、ダメかな。蘭姉ちゃんの始末を陣に依頼。どうせ無理。危ね。蘭泣くって。明日の撮影のために死体を準備しておく。おまわりさん、麻酔対応の副作用が出だした。終わった。見た目は子供、頭脳は大人だが下半身は大人どころではなかった。立派な角をお持ちで。女の子が大の男を素手で殴り殺せるわけないでしょ。お前ならやれんだろ。ランの方が可愛いじゃねえか。浮気すな。ランと平次が結婚。どんまい。エロガキコナン、童貞さと言って入ってきた。目怖っ。人が一人殺されただけで大騒ぎする一般人を見てドン引きする。こっちがな。吸い替わりしてたら事件になった。さすが死神。麻酔針切れた。がっかりすんな。コナンがとうとううちの旅館に。つんみ、光彦が息をした。誰か教えろよ。これが27歳の頃のめぐれ警部なわけ。今がチャンスじゃ。襲うな。つぶらやくんのがつぶらじゃなかった。喜んでる。バーロー、ふぅ、すっきりすんな。毛利小五郎、中毒ポケモン。元刑事の経験を生かし難事件を解決する。金と名誉を手に入れたが首の後ろの通学が失われている。代償でか。ビッグモーターの弁護なんてやらないわよ。負け格だもんね。大人に戻る薬の副作用でフケが止まらない。きたね。もうちょっと強めにお願いします。楽しんでる。博士が麻酔銃を開発した理由。キンモ。わしが一週間履いてたパンツはどうじゃ。キンモ。みんな揃って角がなければっていう。そりゃそう。江戸川コナン死神ポケモン。とても平和な街を呪われた街に変貌させ悪の化身。自首するやつは許さない。それは許せ。後ろから何か刺さった。多分角。スイッチオン。仕事しろ。そろそろ黒タイツに着替えるか。黒幕だったか。黒タイツに着替えてる犯人を見つけてしまった。おいポンコツ、エヴァに乗るのよコナン君。アニメ買われてギリギリ女湯に入れた。入るな。ゆう、その顔たまんないよ。わかりやす。事件の仕込み完了。悪い顔すな。こんなところでバーローしたら俺のバーローがバーローしまうじゃねえか。何語だよ。親父にぶたれてね。それ違うアムロ。コナン君、どうして頭を押し付けてくるの。おいエロガキ。死体が1匹、死体が2匹。なんで寝れんだよ。この体も意外と悪くないの。乗っとるな。博士、これでいい。誰か止めろ。はぁ、あ。
はあ、お姉さん、今どんなバールを履いてるの？キモーい。死体の匂いがする。さすが死神。お金がないのでゲーセンで友達のプレイを見てるしかない。帰れ。ピュ、当てちゃった。暴発すんな。新一くんの太すぎるよ。平次泣くって。はい、5人目。まだまだ引くぞ。やめろ。お願いだからジンさん、もうリランを始末してよ。お前黒幕？見たわね。さようなら。犯人誰だよ。奴に角を向けられている。やっぱお前か。もう大好き。キモ。ネクストコナンズヒントの死神って何のことだ？もしかして俺のことか？イエス。アイくんの代わりに君で我慢するよ。おいロリコン、ちょっとその辺でやらせろよ。扱い雑。決め顔してるようだけど全部丸見えなのよ新一。ダサ。本当の黒幕だろうな。探偵さん、そろそろ発散したいでしょ。誘惑すな。隅々まで洗ってあげるからね。いやエロすぎる。博士が女性を眠らせて襲ってたんです。もう捕まれ。灰原が口をつけて飲んだやつ。ごくり。お前もだよエロ川。京極誠、兵器ポケモン。あまりに強すぎて大会では使用禁止となった。特に弱点もないがいいところもない。つら。バンジーするのに命綱がこれ。すんみ、今日の犯罪者はお前。お前が決めんな。ランをデートに誘った男を待っている。やる気じゃん。キャー、コナン君のエッチ。ちょっと嬉しそう。僕の名前はドインラン傑作戦。ひでえ名前。ない、ない、髪が。今更かよ。つぶらや光彦、そばかすポケモン。子供とは思えない推理力で事件解決のサポートをする。コナン的には一番怪しい。多分黒幕。推理した後おっちゃんが起きない。ああ、察し。へえ、変わってそうやって向くんだ。なんのだよ。新一がいなくなったので似た子供で妥協。そいつならセーフ。ダメよ、服部くん。そこは。どっちもクズ。事件が起きたどさくさで会計をうっかり忘れる計画なのに、一向に事件が起きない。ちゃんと払え。蘭姉ちゃんおはよう。コナンくん。ミスんな。話が長くなるので楽な姿勢で聞いてくださいって言ったのですが、それで大丈夫ですか？ド M かよ。あれれ、蘭姉ちゃんそんなポーズしても全然胸ないんだね。終わったな。海でバカンスしても事件があるのかよ。嬉しいくせに。今は SM プレイ中よ。邪魔しないで。楽しんでる。博士、本当に払いなさいよ。おい、エロジジイ。下に犯人おるやないかい。沈められてね。私が犯人だという証拠がどこに？持ってんじゃねえか。まだ息があるよ。早くとどめを刺して。刺すな。麻酔耐性ができたから今度から眠らせるときはこれを使ってくれ。死ぬって。この事件の犯人お前にしてやるぞ。顔うざ。うわー死体だ。狂ってる。小五郎が眠らせる側になった。死んじゃう死んじゃう。ようやく一緒になれたわね探偵さん。おめでとう。エロ川コナン童貞さ。堂々と宣言すな。博士、俺にこんな格好させてどうするつもりだよ。ああ終わったな。わかりました。コナン君の正体が工藤さんだってことは言っちゃダメってことですね。もう言ってんのよ。右のレンズだけ LED 内蔵。その機能いらんて。下だけ新一に戻ってる。比率バグやろ。針を見切れるようになってきた。避け方の癖強。こんな格好で興奮するなんてまだまだお子ちゃまね。エロ。ついにランのパンティーゲット。おいエロガキ。まばたき1回だからマレが正解ね。ずるすんな。あゆみちゃんと博士がホテルから出てきた。早く捕まれ。お前結構いやらしい声出すんだな。興奮しちまったぞ。キモ。ちょ、おま、角危ねえって。刺されんぞ。暇つぶしに麻酔針を打って遊ぶ。やめろ。灰原には内緒だけどさ。後ろにおるて。私の体の謎も解いて。任せろ。犯人が自首した。別にいいじゃん。そのマイクと俺のバーローを変えてくれ。言い方キモ。事件の気配を感じた時の移動速度が異常。さすが死神。後ろ3人の胸の大きさが同じ。偽物がいるな。多分こいつ。もっと撃ってと頼まれた。ド M かよ。死体見いっけ。お前やったな。寝たけど余った分全部撃っとけ。追い打ちかけんな。何度も針が刺さったおっちゃんのうなじの傷跡がえぐい。反省しろ。お父さんを眠らせてる犯人がついに分かった。やっちまえ。大人の時間も楽しまなくちゃね工藤くん。誘惑すな。新一くんの美味しい。何がだよ。今日粗大ゴミの日だっけ。違うわよ、生ゴミの日よ。扱いひど。またアガサがなんか発明した。いらんて。今日の死体はバラバラだ、えへへ。もう怖えよ。推理力たったの5か。ゴミ目。お前はゼロだろ。平和すぎてつまんね。それが普通。キャー。嬉しそうにすな。そんなに見せつけられたらバーローしちまうぜ。おいエロガキ。ペロ。これは光彦。舐めるな。クラスの女の子の尿検査。キモ。ランが死体を見つけたが犯行現場に凶器が見当たらない。目の前にあるて。僕光彦、よろしくお願いしますと言ったらこれ。嫌われてる。博士、これ以上の関係は。アウト。口くっさ。目の前で言うな。死体より流れ星の方が珍しい。眺めてる場合か。大丈夫、俺は蘭姉ちゃんの見慣れてるから平気だよ。そういう問題じゃねえよ。もっとちゃんとつけよう。何をだよ。今からホテル二人で行けます。キモーい。なんで断るんだよ。襲うな。おにぎりが喋ってる。びっくり。まだ何もしてない。それは嘘。工藤くん、私の電話知らない？ちょっとかけてみて。いや使ってんじゃん。ねえコナンくん、魚肉ソーセージごっこやろう。何が楽しいんだよ。冗談蹴りする1秒前。終わったな。博士、ナイスボディすぎるだろ。キモ。最後に選ばれた方が勝ちなのよ。いい加減諦めてくれる？蘭姉ちゃん。あ、女。いろんな角が尖ってるってどういうこと？そのままの意味。僕ですよ、
黒幕はやっぱお前か。アガサ・ヒロシ科学ポケモン、様々な発明品を作り米花町の平和を守っている。ボランティアでは体が小さくなる薬をばらまいてはいけないので密売して生活している。こいつも黒幕じゃん。変なとこ見てるとここに一発ぶち込むわよ。どっちもご褒美。コンビニで無料にゲットできたわい。どんな？これゲンタくんの？このリコーダーゲンタくんのだったの？どんまい。8本目の麻酔針も余裕で耐える。バケモンか。博士、この格好させて何が楽しいの？えろ。すげえ角やん。あんたも大概よ。喧嘩すな。てめえ安全日だって嘘つきやがったな。おいクズ。適当に推理してゲンタくんを犯人に仕立て上げられないかしら。やめろ。ためらわずにギュって締めるのよ。何教えてんだよ。事件の前から被害者が分かったので事件発生を待っている。いや助けろよ。コナンが寝てる間に組織に連絡を。裏切るな。コナンくん、今から大人のストレッチしてみる？何してんだ。どこを診察してほしいの？全部。二つのコブを感じるぜ。なら偽物じゃね。私に麻酔針を打つなんて当たると思ってるのかしら。はんやい。また君の当たり屋テクニックのおかげでガッポガッポじゃぞい。オッケーじゃねえよ。ジンとウォッカが一時停止無視で捕まった。なんかしょぼ。いや絶対舞い上がってる。スネオよりは上。あんま変わらんて。新一のバカ、大きくなる薬を飲んだなんて嘘じゃない。どこ見て言ってんだよ。せやかて工藤。バレバレ。毎日が平和すぎてコナン君が発作を起こしてるの。平和でいいじゃん。犯人森もんな。私と手合わせしてみませんか？殺す気か。また自分で解決したつもりになってますよ、このボンクラ。言ってやんな。あゆみちゃんならあっちに行きました。後ろに降りて。おーし、あとはこの拳銃でおっちゃんを眠らせて永遠に眠っちゃう。いいですよね。はい、もちろん。博士、何出してるのよ。早くそれしまって。おいエロジジイ。首に麻酔通らなくなってきたので思い切って一物に刺してみた。やめてやれ。静かにしろ、犯人がすぐそこまで来ている。おめえのことだよ。そんな格好見せられたら俺の角もバーロー。ふう、すっきりすんな。なんでこの格好でも角にしか目がいかないのよ。普通ねえのよ。はっ、この着信音、青酸カリ。言いたいだけだろ。よくわからないのでとりあえず全員黙らせとく。やめろ。コナン、いつも推理してもらって悪いな。今回の報酬だ。娘あげんな。アイくん最高じゃぞ。キモーい。夢の中で事件が起こった。なんか嬉しそう。これにコナンくんも乗るらしいよ。あ、行くのやめます。ナイス判断。灰原のスカートめくれたらイチゴのおパンツだった。かわいい。あれ、コナンくん毛利探偵の後ろで何を？死ぬって。ほらね、ガラスを叩くと割れるんだよ。小泉公文、乗った特急列車が逆方向に動き出した。つんみ。探偵くん、突然胸が大きくなったんだが謎を解いてくれないかい？やってやるか。娘さんと一発やらせてくれ。いいわけねえだろ。あと10分か。初めてカップ麺を作る。なっかい。その年にもなって露出多い格好できてすごいですって。言ってやんな。コナンもそろそろ遊んできた。楽しんでる。今晩家には誰もいないんだっけ？何する気だよ。女子トイレのゴミ箱漁ってるのがバレた。キモ。あ？コナンさんが黒と言ったら黒なんだよ。暴論じゃねえか。事件を解決した数は？ゼロ。警察辞めちまえ。バーロー、俺もお前も角がギンギンじゃねえか。意味ちげえよ。応答しそうになった時の止め方。パワープレイすな。頭脳は大人でもここはお子ちゃまでちゅね。おいエロガキども。初めて推理前に犯行現場が放送された。顔つぶれてるって。痛い痛いって。私は痛くないの。最後か。灰原ダメだ、出る。キモーい。ランお姉さんにコナン君の子って言ったらびっくりするかな。刺されんぞ。あ、やべ、これ麻酔針じゃなくてまずい針だ。ミスんな。待っておったぞ二人とも。おいエロジジイ、もう少しで楽天カードマンになれそうだ。何目指してんだよ。おいコナン、この前の興奮する注射また刺してくれよ。いや細すぎる。博士、改造サンキューな。このボタンで録画か。じゃあランたちと数パーセント行ってくるぜ。ドヤ顔で言うな。博士がパンツを持って走ってる。誰か止めろ。新一、脱ぎたてはどうじゃ。キモーい。博士のパンツで目が覚めたぜ。覚醒すんな。絶景じゃぞい。いい眺め。今角さえなければって言った。終わったな。コナン君、君を消せば事件は止まるそうだな。やったれ。コナン君をやるつもりなら容赦はしないわよ。死神守んな。今までの死者たちが来た。どんまい。何してるのユミさん。自販機なんか背負って。バケモンか。新一、あなたの花火も一発打ち上げとく。意味深だね。一周するごとに増える。ちょっと可愛い。俺のソーセージでも食って元気出せよ。あなたのは小さすぎるわ。そっちじゃねえよ。今から逮捕されるのに何喜んでんのよ。どっちもご褒美。犯人がちゃんとトリックを成功させるのを遠くから見守る。透明路。好みの死体だった。性癖バグかよ。これから恵まれない子供たちのところに金が行くと考えると笑いが止まんねえぜ。実はいいやつ。光彦の顔が思い出せない。どんなイメージだよ。貴様が犯人である証拠か。いいだろう。一つ、全身が黒い。はい確定。う、胸が苦しい。早く事件を。狂ってる。なんで私の風呂だけ覗きに来ないんだよ。ねえからだ。公共手術の予約をしたいんですが。自覚あったんかい。これを蘭姉ちゃんの先端につけて風力発電を試みた犯人はお前だな。ナイス発明。私が犯人なわけないわ。一晩中水を飲んでいたのよ。逆に怪しいて。下半身が角か。興奮すんな。毛利小五郎が麻酔銃で気絶しないので最終手段を取り出した。死ぬって。クッキーに白い粉まぶしてあげたら泡吹いて動かないの。まぶすからや。髪ある？何してんだ。新一がいろんな女性にボディクリームを塗って鼻の下を伸ばしてる。刺されんぞ。被害者が犯人を思い出した。やっぱお前か。停電の中バレないようにタッチションしているやつをそっと照らす。やめてやれ。そして誰もいなくなった。そりゃそう。お前新一だろ。バレた。なあ坊や、スケベしようや。絶対
対気持ちええからな。キモ。犯人は凶器を隠している模様。収納できんのかい。まじまじと見てんじゃないわよ。えんろ。ここなら誰も来ないですよ。え？仕事しろ。行け、歩み。噛みつくだ。バケモンか。ランに睡眠薬打ち込めばやりたい放題だと気づく。おい、エロガキ。その枝だとロープ吊るしても折れちゃいますよ。手伝うな。いや、やったはずじゃ。不死身かよ。事件が多発するので発生源を止めた。ナイス抑制。わかったんですよ。神経麻痺の原因がね。今更かよ。さて、どうごまかすか。お前やったな。ラン君今日もすまんの。おい、エロジジ。こいつここから俺を吸収するだと。そいつならいいや。パパ、お祭りの射的で本気出すのやめてよ。はずい。まあ、事件が起こるも起こらぬも俺次第ってことさ。堂々と言うな。まだ喋れるんだね。痛い？ねえ、痛い？サイコか。博士、こんな格好させてどういうつもりなのよ。サイコ、体が小さくなってしまっていた。縮みすぎやろ。ふふ、日焼けしすぎたぜ。真っ黒。久しぶりに大人に戻ったんだし楽しみましょう。しんいちくん。誘惑すんな。体は元通りになった。でも、ランよりあゆみちゃんの方が興奮したな。おい、変態。ラン姉ちゃんが来てつい隠れたけど着替え始めてしまった。狙ってたろ。最近ピンポンダッシュしてるやつがいるけど、鍵穴覗いたところでそう都合よく犯人の姿なんて、ポンコツじゃねえか。怪盗キッドってトランプマンだったの？ほぼそう。おい、灰原、お前パンツ見えてんぞ。後ろやべえな、俺て。ランさん、僕のゴッドフィンガーを試してみませんか？ドヤ顔で言うな。アムロさん、ダメー。楽しんでる。もったいないから被害者の服を着る。着んな。あそこも子供って本当？取り柄ねえじゃん。ロリもありだな。そいつならセーフ。36.9度か。まあいいだろう。なんもよくねえよ。ずる。これは生産カリ。黙って食え。早くおねしょを乾かさなくては。暇かよ。私の穴はこのくらい。ガバガバじゃねえか。減量中の食事。やる気ねえだろ。外で誘ってくるなんて悪い探偵さんだこと。おい、エロガワ。その頭を振り回すときは気をつけなはれ。ランネーハン。ナイスキャッチ。うな重は預かった。別に怖くねえよ。おかしくない、おかしくない。それが普通なんだって。毎日必ず事件に遭遇する。感覚バグってる。事件カタログになかなかいいのがない。黒幕お前かい。私の穴をこう覗いてみてくれないか。喜んで。やっと人形が完成したぞい。これでいつでもアイくんと。何に使う気だよ。チラッとパンツ見せてくれよ。減るもんじゃねえし。いいわけねえだろ。お、ラッキーパンツ。そこまで見たいか。ペロ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 。いや、止めろよ。よっしゃ、今日も事件だ。お前やったな。子供同士なら問題ないよね。あるわ。それコナン君に毒盛られとるで。ドヤ顔で言うな。今日コナンいないから無理。じゃあ帰れ。これって全部母乳でできてるんですか？なわけ。アイくん、ここに置いてあったわしの紙瓶知らんか？これが紙瓶か。エアポッキーゲーム。何が楽しいんだよ。先ほど私の佐藤刑事と楽しんだ罪で逮捕する。お前のじゃねえよ。したいんでしょ？合法ロリー。自分から誘うな。このふっといのを鍵穴に。なんてやらしいのかしら。は？まだ麻酔も打たれてないのに自首するなよ。どこに切れてんだよ。いい？今回の被害者は一人にしときなさいよ。おい、黒幕ども。どうやらただの遺体みたいだ。友情ないんか。アムロ、落ちまーす。黙って落ちろ。穴が開くほど壁を見つめていたら、隣の新婚さんの営みが目に飛び込んできた。エスパー、許してくれ。おっちゃん。おい、エロ川、周りに人がいる時の方がいいだろ。スイッチオン。ダメー。楽しんでる。そういや、怪盗って犯罪やん。今更かよ。私以外を見たらこうよ。脅すな。麻酔銃が壊れたから手近なもので眠らす。死んじゃう死んじゃう。あんたいい胸してんな。キモ。あなたも角って言うの？目怖。おばさんの胸のサイズに驚きを隠すことができない。どこ見てんだよ。この後家に帰る？それとも俺とバーローする？誘い方ダサ。秘密を知ってしまったのね。じゃあやるしか。やめろ。博士、本当に後で払いなさいよ。おい、ロリコン。ラン姉ちゃんの角と僕の角と ET してみたいな。きっしょ。よし、あとはこのコップに毒薬を入れて。おっと、溢れそうだ。ごく自滅すな。クラスの女の子の尿検査。誰か捕まえろ。黒の組織にあなたのこと売っちゃった。裏切るな。畜生。犯人目どこに行った？下見ろ。まだ行けそうだな。やめてやれ。ほら、私だって胸あるのよ。角にしか目がいかねえんだよ。どんまい。胸を下からこう。もう喋んな。江戸川くん、体育倉庫に呼んで何の用？何する気だよ。晴れてよかったですね、兄貴。ああ、絶好の遊園地日和だ。ガキか。俺を捕まえられるのは俺だけさ。終わりだよ。サンゴが喋った？バカすぎだって。お嬢さん落としましたよ。はい、取れるんかい。ねえ、しん、あ、コナンくんさ、バレてた。吉田沙織と京極誠が戦ってるよ。それは見ちゃう。泳ぎ方を教えてって言ったのよ。これ本当に合ってる？任せろって。まだまだ緩いわ。もっとよ、もっと。ド M かよ。ああ見えてカツラって言ったん誰？切れんな。まだ我慢できるわよね。バーロー。言ってんね。コナン君、とりあえず意識がなくなればいいんだよね。やりすぎ。第2話で黒幕だと気づかれた。はいはい。ブラのラインがない。ノーブラだと？どこ見てんだよ。どう推理しても犯人が自分になる。もう自首しろ。間違えて胸だけ大きくなる薬を開発しちゃった。最高。マジックミラー号を見つけた。ガンミスな。またやらせて。悪い探偵さんだこと。ラン泣くって。遺体は見慣れてるけど、遺体にするのを見る
のは初めてだぜ。楽しんでる。シュレッダーにかける。ナイス。尺がねえんだ。早くやられてこい。お前が行け。何ジロジロ見てんのよ。もう諦めて触っちゃう？お願いします。やべえ。運転中に麻酔銃撃ってしまった。終わった。下半身を握られ驚愕。終わった。ダメじゃないか。ちゃんととどめを刺さないと。やめろ。ほら、ちゃんと飲んだわよ。えろ。I want you. I need you. 黙って食え。コナン君、一緒にお風呂入ろう。そこまで入りたいか。高木君、あなたを逮捕します。終身刑です。私のそばで。仕事しろ。事件が起きない日は疲れる。普通逆。先週のネクストコナンズヒントがリフトだった。つんみ。コナン君、なぜバレた？いや、わかるわ。麻酔で眠らせてくれ。マッキー、体調悪くて事件起こせねえや。一生な女。合法ロリ最高じゃぞい。おい、エロジジ。我々に要求だと？そんなことより電話かけ直してくれない？電話料金発生するから。その節約いらん。私だって成長したんだからね。どれどれ、納豆食べるの下手すぎだな。逆にできんて、むごい事件現場の後ほどピザがうまい。狂ってる。ハイバラアラート。もう手遅れ。今週事件が起きてないんだ。すまん。すまんじゃねえよ。ちげえよ博士。正しいバーローの握り方はこうだ。事故かな。プレゼントを忘れたサンタにお仕置きしてください。喜んで。このために麻酔銃を2発用意しておいた甲斐があった。おいエロ川、あのシューズで直接蹴られたらしい。グロ。工藤君、汗かいちゃったし一緒にシャワー浴びない？誘惑すんな。犯人が分かった瞬間自首された。別にいいじゃん。雪山に埋もれたけどなんとか本体だけは助け出せた。ギリギリセーフ。何？俺が工藤新一だって？今更かよ。また博士んちで収録？アウト。幼女がラッキーじゃ。おいエロジジ、アイくんのその顔たまらんの。誰か捕まえろ。誰かの悲鳴が聞こえてきた。ガッツポーズすな。博士、呼んでくれてありがとう。楽しみましょう。何する気だよ。麻酔針が誤って自分に刺さった。一生寝てろ。犯人に次の指示を送る。黒幕お前かい。君たちは知りすぎたんだ。やめろ。昨日違う女の子とイチャついてたでしょ。めっちゃキレてる。昨日のは濃くて美味しかったわ。名探偵。学校で言うな。中身は大人だから問題ねえよな。いやあるわ。サキュバス？じゃあ何してもいいよな。どんだけ溜まってんだよ。これが私のファーストキスの相手じゃよ。最後か。新一に繋がった。じゃあお前誰？事件だ。もう病気やて。カズハ君も悪くないの。楽しんでる。蘭姉ちゃんついに蹴りでやる。はい逮捕。寝る前に変なものを見てしまった。夢で会ってくれ。工藤君、中でバーローはダメ。浮気すんな。小一の俺がなんで女湯に入れねえんだよ。もう覗きに行くしか。殺されんぞ。この扉の向こうに蘭が。行動が早い。バキボキ。自業自得。おお、死んでる死んでる。見てないで助けろ。ここは足元滑るから気をつ。押せえよ。いらっしゃいませ。ご注文はウサギですか？頼んでねえよ。もっともっと強力な麻酔を。心を死ぬって。やっべえ、麻酔銃打ちすぎた。早速犠牲者出とる。この牛はいっぱい搾乳できそうじゃの。小輸送5000円ね。ありがとうございます。お父さん、それ私の下着。買ったのお前かい。歩みの胸チラが気になって仕方ない光彦。おいエロガキ。源太くん。ああ、口にしただけで僕は興奮します。お友達かな。朝だよ、起きて。工藤くん。違うとこ起きるて。ラン。コナンくん、人が亡くなったのよ。今やったって言わなかった？さすが死神。死体を見るのがだんだん楽しみになってきた。狂ってる。コナンくん、あっちでバーローしない？何する気だよ。ジロジロ見てないで、あなたも脱ぎなさいよ。ちゃっかり誘うな。事件？知らねえ。こっちは試験の方が大事なんだよ。ナイス判断。船酔いしたけどエチケット袋がなかった。それもちげえよ。どうだい、俺の一物は？いらねえよ。みっこみこにしてください。注文金も。左からスネちゃま、たけし、静か、伸びた。ほぼ正解。最高すぎるぜバーロー。浴場すんな。妙だな、毛利小五郎に麻酔が効かない。体勢ついてる。そう、私たちが黒の組織だ。なんかダサ。犯人を間違えていたことに再放送で気づく。探偵やめちまえ。あなた、今日はご飯？お風呂？それともまた推理？なんかわいそう。衝撃の最終回。ハッピーエンド。灰原、その日もほどいちゃっていいか？いいわけねえだろ。水剣。いや起きてんじゃん。バーロー、自首だけは絶対阻止しなきゃなんねえんだ。何のプライドだよ。エロ川コナン童貞さと言って麻酔銃を向けてきた。誰か止めろ。慌てんなよコナン。明かりならあるぜ。暗闇から犯人を見つけ出す俺という明かりがな。話入ってこんて。灰原が子供なのに口紅してる。お前が言うな。応援してるチームが負けそうなので PK の邪魔をする。おいクソハゲ。自分がいなくても仲良く帰る4人を見た。どんまい。新一くん、夜の運動って何よ。誘い方キモ。小五郎がずっとマイク離さないし演歌ばっかり。麻酔銃の出番だ。胸ばっか見てバーローバーローうるさいのよ。最高。黒幕が何だったとはな。角ドリル通用。体は子供になっても性欲は変わらねえな。もう付き合っちゃえ。灰原さんがコナン君ばっかり見てるからこうなったんですからね。バイ光彦。やかましいわ。コナン君本当にわしでいいのか。それじゃあ開発するとしよう。その開発じゃねえよ。一応下履かないで来たけど。いや履けよ。女の死体だ。はぁ、あ、はぁ、あ、性癖バグってる。わかったぞ。犯人はこれで首を絞めたんだ。クソ推理すな。コナン君だって立派な角を持ってるじゃない。何する気だよ。ほらピーマンもちゃんと食べなさい。パパ CM 前の扉開閉の勢いが強すぎた。爆発してね。こんな格好で喜ぶなんてまだまだガキね。ありがとうございます。眠らせたはずなのになんで立ち上がって刀構えてんだ。麻酔薬使う人間違えた。間違いが過ぎるて。角のせいでこの格好をしても誰も近寄っ
ってこない。そりゃそう。そこのお前、人質になれ。おいクズども。あかんで平次、ランちゃんとは距離取らな。刺されてる。私の弱いとこ見つけるなんて、さすが名探偵。何してんだ。これでおっちゃんを眠らせてと。死ぬって。事件が起こらず30分過ぎた。それが普通。死体がなければ作るまでよ。やめろ。本当はおばさんのくせに可愛いこぶる灰原にドン引きするコナン。おめえもな。コナンくん、私に麻酔針向けて何するつもり？おいエロガキ、小五郎の推理が合ってた。なばかな。はい、来週の事件一丁上がり。誰か止めろ。みんな角にしか目がいかないので胸に視線を向けようとする。それでも角見ちゃう。もう我慢できねえ。バーロー。ふぅ、すっきりすんな。陣営、工藤新一を見つけた。灰原ナイス。壁ドンされるとドキドキするって聞いたの。どう？めっちゃします。ダジャレで布団が吹っ飛んだと言ったら想像以上に受けた。引いてるって。博士、また外でするの？なんで乗り気なんだよ。おっちゃんの推理が珍しく確信に迫ってるので眠らせに向かう。たまにはさせてやれ。ラン、股間まで黒ずくめだと？しばかれんぞ。博士、この格好をすれば角をなくす薬作ってくれるんですよね。騙されてる。へへ、事件が起きなければ作りゃいいんだよ。作りゃ。そこまで欲しいか。被害者が最後に見た光景。顔うざ。あ、手が滑った。狙ってやったろ。神の手と呼ばれた工藤新一のハンドテクニックは幼児化してもなお健在だった。そいつに使うな。ここでするの夢だったの。探偵さんしよう。誘惑すんな。もしかして麻酔銃って犯人に当てた方がいいんじゃ。今更かよ。ランは手を洗わない派。きたね。コナン君のそれ新一じゃん。うん、どこ見ていった。ラン君のお母さんもまだまだ現役じゃの。えんろ。 PC の前で下半身丸出して寝落ちしてる。キモーい。バーロー、俺の正体探ろうとするからこうなるんだ。みんな大変だ。友達やんな。少しでいいから背中舐めさせてくれよ。きっしょ。ライブの度に誰か死ぬことで有名なバンド。もう解散しろ。スノボ終わったら絶対助けに行くからな。今すぐ行けや。これつければ角目立たないかな。逆に目立ってる。灰原、その服洗わずに返せよな。何する気だよ。光彦の言ってたうな重ってこれかよ。絶対違う。本当の黒幕に気づいたのね。それじゃあ見せてあげるわ、私の最終形態ゴーモーリランを。バケモンか。変なとこばっか見てたらただじゃおかないわよ。どっちもご褒美。死体を見ることの喜びを覚えてしまった。いや怖すぎる。早く脱げ灰原。盗撮すんな。服部くん、和葉ちゃんにも悪いし一回だけよ。両方アウト。光彦くん、わしと一体化はどうじゃ。悪くないです。悪くないんかい。薬で元に戻った。戻れてねえよ。灰原、先にシャワー浴びてこいよ。ドヤ顔やめろ。コナンくんでしょ。寝てる間に私のお尻にこれ突っ込んだの。熱い。ランさんの角すっごい。何に使ってんだよ。ダメなものはダメです。風見の風見、もっと絞らせて。男すぎるって。犯行中に小学生がアドバイスしてきた。手伝うな。何勝手に入ってきといてバールをさせろって。普通に頼みなさいよ。いやオッケーなんかい。被害者はアイスピックのようなもので一月か。ん、こいつだな。しまった、コーラ飲む前にメントス食べたんだった。つんみ。尾行中の容疑者に続いて入店したパチ屋で5万と容疑者を失った。探偵やめちまえ。博士、今回限りですよ。なんで乗り気なんだよ。今日は腕時計忘れたからこれで一発行くか。死ぬって。毛利の乱。暴走すんな。連れてきたのあなたでしょ。だから私の体にも日焼け止め塗りなさいよ。喜んで。光彦くんが溺れてるわ。ラン姉ちゃん、念のために麻酔銃撃っとくね。助けてやれ。ラン、靴を買ってやる。何センチだ。いや口で言えや。洗いたてのラブドール。ということは犯人は今賢者モードか。だからなんだ。